皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、就寝前の一人語り始めさせていただきます。こっちか、こっち。あー、ぴったり、ほとんどぴったり。あー、おいしい。今日はね、ついさっきまで最後の収録があってですね、はい、ついさっきじゃないか、まあ30分ぐらい前、はい、すごい面白かったです。はい、即興劇をやったんですけど、はい、即興劇もハマったらやめられませんね。はい、そうですね、はい、終わりしか決めていないという、はい、今回なんかね、あの相手の方のアイデアで、あの服装は決めてくるって言ったんで、僕そういうのできませんけど大丈夫ですかって言ったら、あ、それはいいですって言われて、ああ分かりました、はい、まあ面白かったですね、はい、なかなか面白かったです。本当に即興劇ってね、終わりしか決めないんですよね。どう終わるっていうことしか決めないんですけど、はい、だから相手が何者かもわからないんですよ、はい、どんな喋り方をするのか。まあさすがに日本語ではやるんですけど、言語は多分日本語でしょうね、毎回毎回、はい、彼とは、はい、というね、どんな言葉から始まるかっていうので、大体その人が何の役をしているのかをこう分かってくるというか、例えばおいお前とかって言ってきたら、あ、俺後輩なんだなとかそんな感じなんですよ、はい、面白いでしょ、はい、すごい頭使うんですけど、それが楽しくてしょうがないんですよ。もうやるだけで楽しいんですよ。なんだったらもう視聴者回数ゼロでもいいぐらい楽しいんですよ、はい、いやー、でね、もうその相手のカイトさんっていうんですけど、まあそのコンテンツに書いてある通りカイトさんっていうんですけど、カイトさんがもうなんていうか、毎週入れたがって、こうすごく楽しみにしてるんですよね。でも僕も楽しみになっちゃって、はい、そうですね、とうとう毎週やる人が2人になりました。はい、すごいですね、なんかね、はい、ほんとこれは大変なことですよ、はい、そうですね、そうですね、まあちょっといろいろね、はい、いろいろまだまだいろいろやっていきたいことはあるので、はい、明日はね、また音楽制作の話がね、2つ面接があるんで、はい、そうですね、まあどうなることやらですよ。もう歌物を作ってる場合じゃなく、あ、けど主題歌あるんでね、主題歌を誰に歌ってもらおうかなみたいな、そういうのあるんですけど、どうしようかな、まあ、ちょっといろんな、ちょっとここではまだ言えないんですけど、はい、プライベート経由でちょっとやってることが、あのお願いしてることがあるんで、それはちょっとここでは言えないんですけど、まあいろんな形でこう、なんていうか、人集めをしてます。はいはいはい、そうですね、と同時に仕事も取ろうとしてます。そうですね、いよいよなんか音楽が仕事になりそうで、はい、いや仕事でもそれだけで食っていくって意味じゃないですよ、はい、かなり仕事モードでやることになりそうで、はい、そうですね、まあありがたいんですけどね、はい、あの素早く作れるようになったらいいなと思ってます。いつも手の込んだもの作りたがるんでね、僕ね、なんか今回はちょっとこういう感じでとか、今作ってる曲ぐらいですよ、まあどこにでもあるなみたいな曲を作るのは、はい、そうなんですよ。今回ぐらいはなんかこうあれですね、どこにでもありそうな曲作りますね、はい、まあけどね、ブルース、ブルーズ、あ、日本語で言うとブルース、ブルースで突飛なことってね、なかなかしづらいんですよ。
だから僕はもうしょうがないから、しょうがないからトランペットじゃなくてホルン使ってます。はい、ほのぼのしてるんですけど、どん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 音が高くなっていって、ガーッとこう張り上げるような音になっていくんですよね。はいはい、服のきつそうみたいな音に最後にはなるんで、はい、まあ、一応ドラマがあるんですよね。はい、まあ、そのあたりをね、お楽しみいただければと思いますけれども、はい、いやーねえ、掘るんですよ。ブルーズバンドに掘る奏者がやってくるってなかなかないですよね。ね、はい、なんでホルンが来てんのみたいな話になるんで、はい、そこだけちょっとびっくりさせてます。やっぱ音色違うとね、だいぶ印象も変わるんでね。はい、フレンチホルンのソロです。何人もで一緒に弾くやつじゃなくて、セクションじゃなくて、はい、そうです。だからもうただの単音が鳴り響くんですけど、はい、早くできるのが楽しみですね。はい、ホルンってなんかかっこいいですよね。ここぞという時に使うと本当に、あー柔らかいってなりますよね。はい、なんか角笛吹いてるようなね。まあ角笛とほとんど原理は一緒ですからね、ホルンはね。はい、そうですね。まあ日本で言えば、言うところの巻貝ですか。はい、いやホラ貝か、ホラ貝。そうですね、はい、いやそれ書き終わったらね、トランスミュージック作るんで、もうそれが楽しみでたまんないですね。はい、はい、今までトランスってある速さで作ってたんですけど、それの、20% 増しの速さで、はい、作ろうと思ってます。はい、そうですね、いや楽しいものになると思いますよ。はい、設計図は作ったんですよね。設計図どんなんだったっけな、もうだいぶ前に書いたからな、忘れちゃったな。人と喋りながらガンガン作っていってたんですよ、ある時 4曲分ぐらい。はい、94、あれどこ行ったかな、あれどこ行った、あれ？あった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 。ああこれだ、これだ。ああこれは盛り上がりますね。もう盛り上がるようにできてるみたいな感じですもん。はい、はい、スパッと終わる曲ですね。早いんでね、すごく早いんでね。はい、もうこの曲は体では踊れないぐらいの感じですよ。はい、体で踊るんだったら2倍にゆっくりして踊るべきですね。はい、そのぐらい速い曲なんで。はい、そんなに速いのみたいな感じになりますから。はい、そうですね。はい、そうですね。いや楽しいな、楽しいっすね、これたまりませんな。はい、そうですね。そう、もとも来ます。いやあれなんですよね、僕普通は打ち込み曲を作るときにはチープな電子音、もう昔ながらのローランドの、はい、電子音を使ってるんですけど、はい、なぜかというとあのチープさがちょうどクラシックの楽器に合うんですよ。はい、なんか変な組み合わせじゃないんですよね。それが
今こう EDM と呼ばれてるんですけど、こういわゆるその最新のテクノ系のシンセ、はい、そういう音のドラムセットがあるんですけど、そういうのって本当にクラシックのサウンドに合わないんですよ、生楽器に、はいはい、生楽器に合わないんですよ、生楽器たちに。だからEDM のサウンドに生楽器を少し混ぜるのは OK なんですよ。けどクラシックの音楽を目立たせたいときに EDM のサウンドを乗せると、もうクラシックがなんか脇役、せっかくいいアレンジ作ったのに脇役に追いやられてしまうんですよね。はい、そうなんですよ、音の特徴的にね、はい、音ちっちゃくしてもね、それでも目立つんですよ。やっぱりドンシャリが、ドンシャリって言うんですけど、その低音と高音がすっごいボーンと出てるんで、音量下げたつもりなのにな、あれみたいな、そんな感じになるんですよね。なのでね、僕はチープな電子音を使うようにしてます。はい、いわゆるなんていうか、なんて言えばいいかな、こうシンセサイザーというものが始まった頃のドラムセット、はい、リズムマシンとベースマシン、はい、を使うようにしてます。けど初めて今回トランスミュージックっぽいトランスミュージックを作ることになりました。はい、今までトランスミュージック作ったことあるんですけど、自然音をバリバリ使ってたんですよ。はい、それをやめて、いかにも EDM、 いかにもトランスミュージックっていうやつを、バリバリのやつを作ろうと思ってます。はい、戦闘シーンで使うらしいんで、はい、戦うらしいんですよその映画、はいらしいんで、まあじゃあそれはそれなりのもうそれなりに盛り上がるバトル系の音楽を作りますよってことでね、はい、まあトランスを作ることにしたんですけど、はい、まあ僕にもいい実験になるんでね、はい、楽しいですよ。けどもう設計図作っちゃってどんな音になるか大体分かっちゃってるんで、まあもうあとは組むだけなんですけどね、はい、問題は主題歌ですよ、主題歌、はい、そうですね、主題歌どうしようかなと思ってるんですけどね。一応まあイメージは聞いてて、まあそれだったら こういう曲かなっていうのはあるんですけど、はい、でも大体コードだけは決まってるんですけど、はい、まあドラマティックな展開ですよ。この曲がこうなんのってこう最初と最後で全然印象変わるみたいな、はい、そういう曲を作ろうとしてるんですけどね、はい、そうですね、まあこれをね、はい、やろうかなと思ってます。誰に歌ってもらうかって話もあるんですけどね、はい、うん、あのですね、その曲はあえてハモリを入れない予定です。はい、ハモリを入れないです、独唱です。はい、そうですね、そうです。なんか一人で歌っている、この曲を一人で歌っているという、そういう感覚を出したいんですよ。ハモればそれは豪華になりますし、いい音楽だねって言われやすくなりますよ。けどそれでは主題歌の伝えたい質感が出せないんですよ。はい、たった一人で歌うってことはすっごい重要なんですよ。はい、そうですね、あのほら森山直太朗さんのなんかこう最初にブレイクした曲「桜」ってあるじゃないですか。あれも「桜」かっこ「独唱」っていうね、「独唱」っていうあの副題がついてるじゃないですか。はい、そうなんですよね。はい、だからそれと同じです。あの曲は森山直太朗さんがあのたった一人で歌っている録音になっているから、なおさらのその直太朗さんの素晴らしさが分かるわけじゃないですか。ああ素晴らしいと、なんていい歌声だってなるわけじゃないですか。はい、まあそれで一緒ですよね。はい、読書っていいもんですよ。はい、そうですね、はい、まあそんなことです。
考えた人はそんな感じです、ね、その代わり周りの音たちがすっげー盛り上げていきますから、はい、盛り上げるって言っても楽器数が多いって意味じゃないですよ、はい、そうです。ピアノだけは鳴り続けるんですけど、はい、あ、ドラムもか、はい、でもね、ドラムの一部が消えたりとかベースと一緒に、はい、そういうことはありますけど、はい、まあけどね、主題歌はかなり力入れて作るつもり、はい、細かく細かくやって、はい、逆にブルーズはね結構シンプルに作ってます、はい、そうですね。伴奏が同じことの繰り返しを1番でも2番でも3番でもやるんですよ、はいはい、その A だったら同じ A があるんですよ、ダッシュはないんですよ。で B は1回目も2回目も3回目も同じことやるんですよ。 C も1回目と2回目3回目も同じことやるんですよ。で D は1回しか来ないんですよ、はい、そんなところでホルンだけがどんどんフレーズが変わっていくんですよね。だから逆にホルンの移り変わりが目立っちゃうってことなんですよ、はい、まあ、そういうのを狙ってるんですよね。やっぱりブルーズのその3ピース、ギター、ベース、ドラムはなんか、なんていうかいじくりたくないというか、いや、いろんなフレーズ叩きますよ。けど2回目はこうしてやる、3回目はこうしてやるみたいな、そんなこうそんなことをやってる感じに僕はイメージがないんですよね、ブルーズに対して。はい、まあ自由に叩いてていいっていうのはそれはそうなんですけど、けどなんていうかもうジャック・ダニエル飲みすぎてて同じやつしか聴けねえみたいなぐらいがかっこいいなと思ってるんで、はい、シンプル・イズ・ザ・ベストでブルーズのバンドグループはやってもらって、でキーボードも入れないんですよ、なんとピアノ入れないんですよブルーズに。だからブルーズに キーボードあれそのロックオルガンとかね、ピアノとか入れたらかっこいいじゃないですか。またこう華やかさが出るじゃないですか。でそれをあえてやらずに3ピースバンドけどその上にホルンが乗っかってくるというね、はい、だからホルンを目立たせるために逆にバックバンドは同じことしかやらないっていう、そういうスタイルなんですよね、はい、そうです、はい、ホルンを目立たせようという、はい、そういうことです。ホルンはね、まあちょっと他の楽器も一応あるんですけど、ホルンはね、ホルンもそれなりに音域が広いんですよ、はい、なのでね、7段階に上げていくからね、曲の最初と曲の終わりとではホルンの吹いてる高さが全然違うんですよ。っていうぐらい違うんですよ。むっちゃ高い音出してんじゃん最後の音って、はい、そういう感じなんですよね。今回のその映画のサウンドトラックでは唯一メロディーが入ってる曲ですね、はい、他はメロディーないんでね、はい、もう完全にいかにもサントラみたいな感じのやつですね、はい、そうですね。だからそのサントラが今あれなんですよ、全部受かっちゃうとサントラを4映画分作らなきゃいけないんですよ、はい、どうしようって感じなんですけど、けど多分僕多分全部受けちゃうと思うんですよね、はい、そうですね。だから場合にもよりますけど、今まで自分が作ってきた曲の中から1曲選んでそこにちょっと手直しをして出す場合もあるでしょうね、はい、そうですね。それでお客さんは別に怒ったりしないんで、はい、そうです。とにかくオリジナリティのある曲が欲しいわけですから、はい、フリー素材に転がってるような、あ、どこでもある曲また聴いたみたいなのじゃないやつを聴きたいという、作ってほしいというわけですから、はい、そうなんですよね。だからまあなんていうかな、その辺はいろいろ考えて作ろうかなと思います。なんか主題歌はね、本当にいい曲になりそうなんですよね。はい、あ。
まあ歌える人一人いるんですけどね、お金払わなきゃいけないんでなんか発展途上の人がいいなと思って、はい、思って、その人またお忙しいんでね、いや別にお金はいいんだけどちょっと時間的に無理って言われる可能性が高いんで、はい、だからまあちょっと人探ししてるんですよ、そういう意味で、はい、そうですね、そうですね、いやさっきからずっと音楽の話してますね。いやーけどね、ちょっとね、暗い話はあんまりしたくないんでね、やっぱいい話したいでしょ、やっぱりね、自分の日記を兼ねてるんですから、はい、そうですよ、政治の話、政治の話はアズリーさんとかウィルさんと話せばいいんでね、はい、別にいいんですよ、はい、ウィルさんがね、なんか気に入ってくれたみたいで、はい、少なくとも気に入らなくはならなかったみたいで、はい、だから私から次帰国されるときにまた撮っていただいていいですかって言ったら、いやもうまだあと1週間ぐらいなんで、もう一回この間に撮ってもいいですよって言うと、あとこっちの11時が向こうの7時らしくて、だから別に私はそれなりに喋れることは持ってるんで、向こうに戻ってからもやれますよって言ってくれて、あ、すげえ嬉しいなと思って、はい、そうなんですよ、なんとなんと、はい、あんな素晴らしい、すごいウィルさん、ちょっと自己紹介の時にね、会社名言わなかったんですけど、まあとんでもないところでとんでもない人たちと仕事をしてたんですよ。なんでそんな人と僕喋れるのっていう感じの人なんですよ。本当は、本当はっていうか、まあ、はい、経歴としてすごいんですよ。はい。そうなんですよね。だからね、まあ、ありがとうございますって感じなんですよね。もう勉強させていただきますって。はい。ミルさん本当すごいですからね、はい、そうですね、だからなんかまあお近づきに少しでも近づけて、まあその週一でズームで会えるような人になってよかったって思ってますね、はい、まあけど僕もね、なんていうかそんなに出しゃばりじゃないんで、まあ実際に会って飲み行ったりするのは、まあ、次回帰ってこられた時かなぐらいに思ってますね。はい、はい。そうですね。はい。まあ、それぐらいがいいんじゃないですか？はい。と思ってますよ。はい。けど、飲みに行きたいですね。飲みに行っても多分収録するんでしょうけどね。はい。そうなんですよね。まあ、今日はだから、即興劇とウィルさんとの対話、はい、そうですね、をやりました、はい、あとはレコーディングを2本、はい、ミュージックビデオにもしてます、今日配信してます、はい、ご興味のある方はぜひご覧いただきたいです、はい、で1曲はね、英語タイトルの方、外国人に引っ掛けてもらう、検索に引っかかってもらえるように言語設定を英語にした方を今トップページで流してます、はい、ぜひ聞いてください。すごくこう感情むき出しにしたクラシックが聴けると思うんで、これは綺麗なんだけどもなんか感情が出てるなみたいな、はい、そういう曲なんですよ、まあ、ぜひ聴いてあげてください、はい、本当にすごいすごいいい歌を歌ったなと今日レコーディングしたんですけど、すごいいい歌を歌ったなと思ってます、はい、そうですね、なんか本当に、あ、なんかこう初めて思いましたね、この曲が拡散してほしいなって、まあ、人の曲のカバーなんですけど、
僕はレコーディングエンジニアを担当しただけで、はい、歌うのもその人だし、曲は昔々400年ぐらい昔の人なんですけど、はい、やっぱりね今聴いてもいいなって思いますよ。今聴いてもいい。そうなんですよね、はい、今聴いてもいい、うん、まあバッハっていう人なんですよ。バッハ、はい、バッハって何人もいるんですけど、バッハって言ったらこの人でしょっていう人いるじゃないですか、はい、その人です。大バッハって言われますけどね、はい、そうですね、うん、あの人はほとんどやっちゃいましたからね。みんなその人の模倣ですから、模倣に模倣を重ねて現代に至ってるわけですから、バッハが全部やっちゃったんですよ。理論的にはバッハが全てやり尽くしてしまって、もう他の人たちは影響を受けてない人はいないって感じなんですよ、はい、そうなんですよ。だから偉大なるバッハ、だから音楽の、いやクラシックの父じゃないんですよ、音楽の父なんですよ。そうなんですよ。結局バッハの理論はジャズに受け継がれ、そしてポップスに受け継がれてるんですよ、その理論は。はい、そうなんですよ。だからね、なんていうか、だから僕もね、一応僕の名刺サイトってアメリカで流行ってるんで僕も使ってるんですけど、名刺サイトをこのチャンネルの多分トップページ行ったら一発目のリンクがそれのはずなんですけど、私の名刺のはずなんですけど、そこの名刺サイトの一番下に自分の好きなものっていうのを書いてるはずなんですよ。そこには、作曲家は誰が好きですかって言ったらベートーベンって書いてますね。ベートーベンって書いてますけど、僕はバッハの方が偉いと思ってます、はい、好みはベートーベンです。好んでいるのはベートーベンですけど、偉いのはバッハだなと思ってます、はい、ベートーベンも2回スランプがあったんですけど、音楽的スランプが、その2回ともバッハの楽譜を読み返して復活してるんですよ、はい、それがバッハの偉さですよ、はい、バッハとベートーベンが語ったことはもう時代的にないんですけども、はい、けど楽譜というものがあるんで、ベートーベンはバッハと語る、音楽を語ることができるんですよ、楽譜を持って、はい、そうなんですよ、はい、楽譜さえあればっていうことなんですよね、本当ね、すごい時代ですよね、はい、それがどんな音なんだろうっていうとね、何十人か集めて弾いてもらわなきゃいけないんでねだから楽譜からしっかり読み取る能力が必要なわけですよね。ベートーベンはもちろん自分が作曲家ですからそれができます。それでバッハの譜面を読み返して、なるほどと、僕は新しいことばっかりを求めすぎて基本を忘れていたって言って大復活するんですよ、はい、そうなんですよね。2回それをやってるんですよ、はい、だからベートーベンはよくロマン派の前期のとも言えるとか言う人がいるんですけど、やっぱり古典派だって言われるのはそういうことなんですよ。やっぱりバロック音楽を尊重して曲作りをしてたんですよ、はい、だからですね、やっぱり古典派なんですよね、ベートーベンはね、はい、だからまあ言ってしまえば古典派から印象派への橋渡しをした人だとは言えるでしょう、はい、それは言えます、はい、そしてベートーベンがいなかったらブラームスはいなかった、そうですね、はい、そうなんですよ。もうブラームスはね、ベートーベンに影響を受けすぎて、本当にいいという作品ができるまでは、交響曲を出さなかった人なんですよ。はい。そうなんですよ。だから、彼の作品には、交響曲第0番っていうのがあります、ブラームスには。はい。
それはどういうことかというと、高級曲1曲作り上げたんですけど、ああこんなものを世に出したらベートーベンに恥ずかしいって言って出さなかった曲があるんですよ。それで僕 CD 買いましたよ、出てたんで、はい、あ確かになと思いました。っていうそれぐらいにブラームスの第1番は素晴らしいです。はい、ブラームスの第1番は素晴らしい。はい、ベートーベンに勝てるとまでは言わないですけど、あのなんかえこれベートーベンと思うような曲ですよ。それはそうです。はい、そうです、そうです。これベートーベンの中に入ってたっけみたいな、そう勘違いするほどの曲ですよ。はい、素晴らしいですね。はい、ベートーベンは本当にベートーベン、あブラームスは本当にベートーベンが好きなんだなと思います。そういう尊敬の念って必要ですよね。僕も尊敬している人は たくさんいるんで、やっぱり僕はそういう人を尊敬しながら生きていきたいと思ってますね。はい、まあ尊敬までいかなくてもね、あ尊敬する人というほどではなくても、なんていうかこの人のことはすごくこうなんていうかないいなと思ってるみたいな人はたくさんいますからね。はい、ちょっともう一本取ってきます。いやー僕はですね、 YouTube 始めてから尊敬する人が増えたんですよ。はい、けど尊敬する人と言えないんですよね、なかなか。はい、なかなか言えないんですよ。はい、なぜかってそれはもう一緒に飲んだことがないからですよ。はい一緒に飲んだことがないから。はい、まあ小五郎さんとも、小五郎さん尊敬してるんですけど、僕は小五郎さんもね、今の人生談やってるじゃないですか、人生談シリーズ。もう多分半分以上は行ってると思うんで、はい、そっからはね、もう毎回横浜で飲み会して、はい、飲み会して飲みの模様をお伝えしようと思ってます。飲みの雑談を。はい、そうですね、雑談をお届けしようと思ってます。はい、何がああだこうだっていう話をね。はい、まあ、もともと小太郎さんとは、録画後にそういう話をしてるんですよ。録画終わった後。録画終わった後結構喋ってるんですよ。まあ、他の人もそうですけど、まあ、特に小五郎さんとかは、結構、収録終わった後にちょいちょい喋ってるんですよね。あ、テリーさんもそうだ。テリーさんもなんか面白い話しだして、テリーさんもそれ、もう、録画の中に入れときましょうよ、とかっていう時あるんですけど、はい、そうなんですよね。まあね、もうだからね、ウィルさんもそうですよ。だから僕は尊敬する人なんで、考え方がいろいろ話す、今日も話してましたけど、いろんなことに信念を持って取り組んでるんで、本当にいい人だな、尊敬できるなと思うんですよ。はい、だからね、まあ、まだ出会って2週間も経ってないんでね、ウィリさんとは。テキストではやったことありますよ。けど、ズームで話したことは、まだ2週間も経ってないぐらいなんで、だから、まあ、なんていうんですかね、次帰ってきた時ぐらいにしといた方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。はい、あんまりね、その急にいろいろやるとね、あれなんでね、はい。まあ、年に7回帰ってくるっていうことは、2ヶ月に1回は帰ってくるんでしょ？だったらいいじゃないですかみたいなね。やっぱりね、一石儲けるっていうことは大事ですよ。はいはい、一石儲ける、一石儲けるって言ってね、なんか話し通す時のような感じがしますけど、まあ一回目はそういうところもあるでしょうね。はい、これまで本当にお世話になっております、これからもよろしくお願いします、そういう挨拶をするわけですから。はい、まあね、実際に会うっていうことはね、大事ですよね。いや、近しい人はね、はい、近い人はそうですよ。はい、
だから忙しい人じゃなければね、そういうことができるんで、はい、まあぜひやりたいなと思ってます。一石儲ける、はい、まあ平たく言えば飲みですよ、飲み、はい。そういえばウィルさんにお酒飲む人なのか聞いてなかったけど、アメリカ住まいなんで飲むでしょう、はい、多分飲みますよ、はい、そうですね、そんな感じですかね。そうですね、まあちょっとバッハ、ベートーベン、ブラームスの話いらなかったですかね、すいませんね、ちょっとクラシック好きなもんで、はい、いやーけどね、ほんと尊敬する人が増えましたよ、 YouTube で初めて、はい、もうだそれもこれも全部ね、ある方のおかげなんですけど、その方がだいぶ悪い人でね、はい、だいぶ悪い人が悪い人で、ほんと離れてよかったと思ってますけど、けどそのこの YouTube を始めたのはその人の、まあ、きっかけなんですよね、はい、まあそれを話してもどうしようもないんで、まあやめときましょう、はい、そうですね、僕の周りもその人と関係した人はその人の名前は出さないっていうか、あの話題に出さないようにしてるんで、私も話題に出さないようにしよう、はい、いやなかなかですね、はい、そうですね、明日もね、明日だから僕の生活パターンがガラリと変わる日の一つになると思うんですよね。だからまあなんていうか、多分次もお願いされるはずなんで、一個後映画が終わっても、はい、だからね、はい、俳優にもなるかもしれないですよ。あともう一つはモデルにもなるかもしれないですよ。あ、モデルの方がよっぽどいいですよ、僕は。はい。モデルは経験がありますし、俳優の方はね、一回しかないですね。はい、はっきり言って。はい。はい。そうですね。だいぶいろいろ変わるんだろうな、そこで、はい、あ、明日、あ、日が変わってる、今日と明後日でいろいろなことが決まりますね、はい、もうほとんどいろんなことが決まります、はい、そうです。だから今週いっぱいで、私が来週以降どのぐらいの忙しさになるのかが決まります、はい。3つの映画監督と話すんで、3人の映画監督と、はい、もうこれは相当変わりますね、はい、そうですね、はい、そうですね、映画音楽、まあいわゆるサントラです、はい、そうですね、そうですね、一応なんていうか安く取ってるんですよ、はい、安く取る代わりに自分が曲の権利を持つ、全ての権利を持つ、はい、そういう契約で結んでるんで、初っ端のやつを。だからそれ以降の今後のお三方も同じ契約でいこうと思ってます、はい、そうですね、そうなんですよ、はい、はい、そうですね、まあ他にもね、面接済みで
OK もらい済みで、あとは制作陣が揃ったらようやく始まるっていうのもあるんで、だから全部で5つですか映画。はい、映画5つ分ですよ。大変。いや、まあ1映画何曲かにもよりますけど、はい、大変。けどまあ明日も頑張りますよ。明日面接が 2つあるんでね。はい、あ、頑張りますよ。はい、あ、この後寝ますよ。はあ、いや今日は楽しい一日だったな。収録2つどっちも楽しくて、シリアスに楽しいのとエンターテインメント的に楽しいのと、もう一つはボーカルのレコーディングなんですけども、一つはクラシックバラード、もう一つはクラシックのアカペラです。アカペラです。はい、それバイオリンが弾くところじゃんっていうところを声で歌ってます。びっくりです。はい、はー、この人すげーって思っちゃいましたね。あ、こういうバイオリンみたいな表現声でできるんだと思って、はい、まるでバイオリンじゃんっていう、はい、やっぱりねプロはすごいなと思います。まあレコーディングする代わりに僕があの YouTube で配信する権利ももらったって感じです。はい、その人の仕事のために僕レコーディングエンジニアとして参加したんで、その人に初めて音を売ったんですよ。はい、初めて音を売ったんですよ。だから見返りにその曲 YouTube で配信させてって言いました。はい、そしたら、あ、いいわよって、じゃあちゃんとしたのちゃんと歌わなきゃねって言って、はい、はい、いやー、そうですね、クラシックいいですよね。僕ももう小学校4年生ぐらいからクラシック聴き始めてるんで、はい、クラシックは本当にいいなと思います。はい、うん、僕の作ってる曲もふんだんにクラシックが混じってるんですよ。はい、まあけど雰囲気的になんとなくそれを感じられてる方はいらっしゃるんでしょうけどね。はい、僕はクラシックがベースなんですよね。だから和製とかコードとかを聞いてわかる人は、あ、なんかポップスとは違うなって思っていただけると思います。はい、うん、そうなんですよ、クラシックなんですよ。あとジャズも入ってるんですよ。はい、今度ジャズの曲も作るんでね。はい、ジャズ、ようやく、ま、ジャズで学んだ技法を使える時が来ましたよ。こってこてのジャズ作ってありますよ、もう。そうですね、できるだけシンプルな構成でやりたいとは思ってますけどね。けどな、ストリングスは入れたいな。そうですね、ジャズにこてこてのジャズに挑戦します。だからもジャジーなことはやってましたけど、本当のジャズ曲を作るのは私実は初めてなんです。はい、なので初のジャズ曲気合い入れて作りたいと思います。ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。